ヤマト、おー、ヤマト起きたか。ヤマトくん、お前ヤマト、お前プレゼントもらったぞ、昨日。これはすごいですね。はい、ありがとうございます。あの、速稼塾の久保です。ヤマトくんへのプレゼントなんですけども、このね、でかい絵、すごい、松本零士さん直筆のサインもあって、でかい絵、これを昨日ね、私の家に椎野木安原くんとリノアちゃんが2人でね、届けてくれたんですよ。ちょっとだけ寄らせてくださいって言うんで、夕食が終わった後にピンポンって来てね、出てみたんですけども、これがですね、ドカーンと来たわけなんですよね。いや、さっき大和くん出てましたけども、大和くん誕生のプレゼントを、まあ、速稼塾とかね、この動画の視聴者さん皆さんが結託してですね、私にバレないように仕込んでくれたんですよね。本当サプライズありがとうございます。大変多くの方がね、ここに参加した皆さんの名前が入ってるんですけども、この中に、これもすごいですよ。これも大和くん誕生おめでとうって巻物がですね、ここにお名前がずらーっと出てますからね。こういう風にね、ちょっとまあ開けられないんでこのままやっていきますけど、あ、大和くんが暴れ出した。そして大和くんが生まれて20年後に一緒に飲んでくださいってことで、お酒ね、未来というお酒をいただきました。これは大和くんが20歳になった時にパパと一緒に、まあ男同士で飲めるようにということでいただいたんですよね。大和、20歳まで頑張れよ、パパも67までなんとか生き延びるぜ、というふうなね、メッセージが込められてきました。その他にもね、この私の大好きな銀河鉄道39とかね、これで画集とかで、キャプテンハーロックの T シャツみたいなものをいただきまして、すごく嬉しいなと思うんですけども、じゃあなんで今回ね、この松本零士関連、宇宙戦艦ヤマト関連、銀河鉄道39関連のグッズを皆さんが多分全員一致でこれになったと思うんですよ。誰も、あ、それだったらいいよねっていう感じで選んでいただいたと思うんですよね。これなぜかって分かります。これはね、昔私がキティちゃん効果と呼んだこういった心理学があるんですよ。キティちゃん効果ってのはね、私が常に宇宙戦艦ヤマトが大好きっていうことを話したりとかね、宇宙戦艦ヤマトの艦長の格好をしたり、映画を見に行きましたよってことをずーっと言ってると、あ、久保さん宇宙戦艦ヤマト好きなんだみたいになるんですよね。極めつけは子供の名前がヤマト、これは贈るもん決まってくるじゃないかみたいな感じで、やっぱり皆さんの意識の中に入ってると思うんですよ。その通りなんですよ。だからね、自分が何が好きなのか、どういう人間になりたいのか、何に憧れているのかってことを発信し続けることって、ものすごく周りの人にとってはですね、ありがたいんですよ。分かりやすいんですよ。ね。そして、ご自身がね、何をしているのか、どんなものに憧れるのかってことを発信することによって、そういうものが集まりやすくなってくるんですよね。だからね、アウトプット、すごく大事なんですよ。自分が何者でいたいのかってことを常にね、語りかけていく。SNS、Facebook に書くでもいいし、Twitter でツイートするのもいいし、とにかく同じことをずっと、どれだけ自分がこれが好きなのか、情熱はこういうふうに傾けてるんだとかね、私の場合は奥さんが大好きってことをね、やるわけですよ。私が奥さん大好きってやると、まあね、私はもともとモテない人間ですけども、女性が私にもう構をかけてこないんですよ。あ、久保さんは一途な人だから、もう言っても無駄ねっていうふうにね、まあ思わないんですよね。もともと私なんて別に思いをね、寄せてくれる人はいないんで。まあでもそんな感じで、私はまずちょっと以前ね、今の奥さんに出会うまでは、ちょっと女性関係も悪かったんですけども、今はね、いつも奥さんと一緒にいたりとか、それが幸せだっていう表現をすることによって、まあ自分もそういう気持ちになるし、奥さんも安心するし、周りの人も、浮ついた、人は寄ってこないし、みたいなね、誘惑にすごく強くなったというね、もはや私をキャバクラに呼ぶ人はいないんですよ。だからね、私あれ以来全く行ってないというね、すごい奇跡ですよね。もう5年とか6年とかになるかな。すごい、こんなことをね、自慢してどうするんだって感じですけども、キャバクラに行かない。まあ、付属関係行かない。夜お酒飲みに行かない。その他には、女性と2人きりで会わないと。様々なね、もうね、変わりましたね。だからなんか発信することで、自分が何者であるのかってことをはっきり言うことによって、まあ、いろんなことからね、自分は守られるってこともありますし、で、私は隠居してますよって言ってるんで、あんまりビジネスの誘いも来ないんですよね。
だから隠居してもうねビジネスやらんですよ、やんないんですよ、やってないんですよって言うとね、もうあんまり、まあそれでも来ますけどね、それでも来るけども、でアフィリエーターを辞めたっていう発信をずっとしてるのもアフィリエートの ASP さんが私に声をかけて来づらくなるんですよ。私はもうアフィリエートやりませんと。アフィリエートはね、まあ、物によっては被害者出しますみたいなことを言うと、まあ、私のところには持ってこないし、しまいにはですね、ICO は詐欺だとかね、ICO なんて全部儲かんないよみたいなことを2017年から18年ずっと言ってたら、ICO の紹介案件はぐっと減りました。私のところにはね、来なく、まあ、多少来ましたけども、全然私紹介出さないし、まあ、こんな ICO な案件が来ましてこれ絶対買わないでくださいねみたいなこと言うもんだから、もうね ICO を私のところにインタビュアーとかねアフィリエイトで持ってくる人は本当いなかったんで、2018年2019年は無事に過ごせたかなっていうところでございますね。まあ、だからね、こう繰り返しになりますけども、自分が何者なのかとかどっちに向かいたいのかってことは、うん、なるべく言った方がいいんじゃないかなと感じる YouTuber 久保哲郎でございました。もうすぐチャンネル登録1万人、ありがとうございます。いってらっしゃい。